するのはとても楽しいですね。賑やかな街の様子を見ていると、いいダジャレも思いつきますし、きっと笑顔あるところに話のネタはあるのですわ。風を読めば大抵のことは分かっちまう。駅の場所だとか道の先に何があるかなんてのもな。俺様を頼ってくれちゃってもいいんだぜ。何事も慎重を期すべきだ。油断大敵というからね。うまくいっている時こそ気を抜かずに。気安く我に話しかけるとは。貴様何を考えている？